藤岡隆雄君。はい、はい、藤岡君。はい、立憲民主党栃木県第4区の藤岡隆雄でございます。本日も地元栃木県4区の皆様に感謝を申し上げ、そして質問の機会を与えてくださった先輩関係各位に感謝を申し上げ、質問に入らせていただきたいと思います。冒頭再びまた胸から上に上げてはいけないということで、また資料の配布というのが認められないということでございました。まあ、本当に、まあ、残念ながらこの何をそんなにこだわってらっしゃるのかなと。例えばこういう公のですね方のその例を思って、この確認をさせていただこうということでございましたが、まあ、なんでそこまで確認をそこまでこだわってらっしゃるのかが正直言って分からずに大変情けないなということを申し上げまして、質問に入らせていただきたいと思います。さて今の質問の続きでございますが、改めて二之湯大臣にお伺いをしたいと思います。二之湯大臣、免許の返納をされたということで、まあ、本当に英断に、まあ、敬意を表したいということを思いますが、今日はこのぜひ現行犯逮捕のことについて、まあ、一つですね、ご英断もお願いしていきたいなということをまあ思いますが、はい、それで侮辱罪にかかる現行犯逮捕の可否の考え方、改めて丁寧に教えていただけますでしょうか。侮辱罪にかかる現行犯逮捕の可否について、丁寧にちょっとご答弁をお願いしたいと思います。二之湯国家公安委員会委員長。まあ、警察においてはですね、これまでも捜査などでは個別の事案の具体的な状況に即して法と証拠に基づき判断がなされてまいりました。また捜査などでは表現の自由等に対してですね、配慮がなされて、おりまして、この点について法定刑が改正された場合においても全く変わりません。その上で現行犯逮捕は犯罪であることが明白で、かつ犯人も明白である場合にしか行うことができず、この要件を満たす場合には法律上は逮捕は可能ですが、犯罪であることが明白というのは違法性を組閣する理由がないと、自由がないということもまた明白であり、侮辱罪については表現行為という性質上逮捕時に正当行為でないことが明白と言える場合は、実際上は想定をされないと考えております。まあ、そのため委員お尋ねの閣僚または国会議員を侮辱した者が現行犯逮捕されるということは実際上は想定されないと考えております。はい、藤岡君。はい、まあ、昨日お示しいただいたものから、まあ、変わったということで、これは実際上はお話しますんで、確認してますんで、ね、はい、逮捕時に正当行為でないことが明白と言える場合は、実際上は想定されないということで、よろしいでしょうか。二之湯国家公安委員会委員長。まあ、実際上は想定されないということでございます。はい、藤岡君。はい、住居要件とかの話っていうのはご答弁に入ってこないんですか。ちょっともう一回丁寧に読んでいただいてよろしいですか。はいはいはい。二之湯国家公安委員会委員長。現行犯逮捕の基準でございますけれども、現行犯逮捕はですね、捜査機関において個別具体的な事実関係に即して法と証拠に基づき判断されるものであり、侮辱罪に限らずあらゆるケースを想定した基準を示すことは困難であります。その上でですね、侮辱罪にかかる現行犯逮捕の可否について申し上げます。まず今般の法整備はもとより正当な言論活動を処罰対象するものではございません。侮辱罪による逮捕に関して今般の法定刑の引き上げにより住居不定であることなどの制限はなくなりますが、それ以外の要件に変わりはございません。捜査機関においては侮辱罪による現行犯逮捕について表現の自由の重要性に配慮しつつ慎重な運用がなされるものと承知をいたしております。現行犯逮捕は逮捕時に犯罪であることが明白で、かつ犯人も明白である場合にしか
行うことができません。この要件を満たす場合には住居不定であるなどの要件がなくても法律上は可能となりますが、犯罪であることが明白というのは違法性を阻却する事由がないことも明白であり、侮辱罪については表現行為という性質上逮捕時に正当行為でないことが明白と言える場合は実際上は想定されないのであります。はい、委員長。藤岡君。はい、今重要なご答弁をいただいたと思います。想定されないということで、もうできないということをですね今おっしゃったということだと思います。本当にこういうこの内容ですね、きちっとですね、このしっかりとですね周知をですねしていただきたいなということをまずは思います。古川法務大臣、同じ見解よろしいでしょうか。古川法務大臣。結構でございます。藤岡君。最後に1点確認したいんですが、ではできる場合っていうのはあるんですか。逮捕ができる場合っていうのが。いや、国家公安委員長お願いします。二之湯国家公安委員会委員長。実際上は想定はされません。藤岡君。ゼロということでよろしいですか。確認させてください。二之湯国家公安委員会委員長。再々申し上げてもらうように実際上は想定されないということでございます。委員長。藤岡君。最後に確認します。もう一回ゼロということでよろしいですか。現行犯逮捕ゼロ。二之湯国家公安委員会委員長。再三同じ答弁で申し訳ございますけれども実際上は想定されないということでございます。委員長。藤岡君。そうするとできる場合っていうのはどういう場合なんですか。そこをおっしゃってください。国家公安委員長お願いします。国家公安委員長お願いします。これは国家公安委員長お願いします。私はこのことに関して国家公安委員長にお願いします。大事な答弁でございますから。国家公安委員長お願いします。警察省大賀国家公安委員長お願いします。これは、警察省大賀刑事局長。これは国家公安委員長お願いします。二之湯国家公安委員長。実際は想定されないということでございますから私から答弁はすることがこれ以上できません。委員長。藤岡君。これは本当に大事な話でございますから局長ということではなくてこれは今お答えになられておりませんのでできる場合があるんですかと私は聞きしております。それに対してお答えをお願いいたします。警察庁大賀刑事局長。侮辱罪に関する現行犯逮捕についてお尋ねでありますけれども先ほど国家公安委員会委員長からも答弁がございましたようにいろんな要件を満たす場合には法律上は逮捕は可能だということでございますけれどもそもそもこの表現行為という性質上ですねその表現が逮捕時に正当行為でないということが明白だと言える場合が実際上は想定されないということであります。もうこれ以上言いようがございません。吉岡君。そうすると想定されない結局そのではできるできないと言ったらこれどちらになるんですか。国家公安委員長お願いします。二之湯国家公安委員会委員長。現行犯逮捕は逮捕時に犯罪であることが明白でかつ犯人も明白である場合にしか行うことができないものでありますが犯罪であることが明白というのは違法性を阻却する事由がないこともまた明白ということであり侮辱罪については表現行為という性質上逮捕時に正当行為でないことが明白と言える場合は実際上想定されないと考えております。藤岡君。同じと答弁の繰り返しということでその点についてのお答えがちょっと得られないということに関しては
これにつきましては引き続きですね、このお答えがないということでございますから、委員長これお答えの方ですね、ぜひお願いしたいと思うんですけども、整理を。いや、質問続行してください。まあ、質問続行してください。ちょっとあの早期止めてもらってよろしいですか。はい、藤岡君。いや、じゃあすいません。あ、で、いや、いや、質問の趣旨は同じ趣旨でございます。だからできるんですかと、できる場合っていうのがあるんですかということを私はお聞きをしております。はい。だから、はい。二之湯国家公安委員会委員長。昨日のペーパーしか見てないんだよ。まあ、あの現行犯逮捕というのは実際上は争点とされないということに私は、答弁がをに尽きるわけでございます。はい、委員長。藤岡君。はい、大変恐縮でございますが、ちょっとあの委員長、静粛にという注意をしていただいてよろしいですか。これ純粋にあのお聞きしておりますので、これをだから想定されないということで、私も重要な答弁ですねと申し上げました。ただできるできるというふうな話も聞こえてきました。実際それでできるのでしょうかと私はお聞きしております。これに関して国家公安委員長から明確な今答弁がございません。私はそのことを申し上げております。したがって国家公安委員長、これはできるんですか、できるかできないか、イエスかノーでお願いいたします。二之湯国家公安委員会委員長。実際上は想定できないから私は同じような答弁を繰り返しているわけでございます。藤岡君。はい、あの本当にお答えになられてないということでございます。いつかできるかできないかということで、想定をするしないということのところは今お聞きしました。その想定してないんだけどできる場合があるというふうな形に何か私には聞こえるように聞こえました。したがってそれができるのかできないのかというところでございます。あの国家公安委員長、これ本当にできるのかできないか、想定という言葉でなくできるのかできないのかということでお答えいただきたいんですが、お願いします。二之湯国家公安委員会委員長。まあ、法律上は可能でございますけれども、実際上は想定されないということでございます。藤岡君。それはその法律上は可能で、じゃあ実際そのもう逮捕しないということですか、それでしないということですか、それをお願いします。はい、はい。警察庁大川刑事局長。先ほどもご答弁いたしましたけれども、現行犯逮捕の要件を満たす場合には法律上は可能でございます。しかしながら、あの表現行為という性質上、逮捕時にその表現行為がですね、正当行為かどうかということを明白に判断するという場合は、実際上本当想定されないということでございますので、どうかご理解をいただきたいと思います。はい、藤岡君。はい、まあ、それはもうできないというふうにでは理解をさせていただきますけれども、よろしいですか。はい、はい、はい。二之湯国家公安委員会委員長。今も刑事局長おっしゃいましたようにですね、法律上は可能でございますけれども、表現行為、あるいは言論の自由、あるいは表現の自由、憲法の基本的尊重という立場からすればですね、実際上は、想定されないということでございます。ご理解いただきますようお願いいたします。藤岡君。はい、であの最後に古川法務大臣にお聞きしたいと思いますけれども、これは想定をされないと、これはできないということに、いうことでよろしいですか。はい、古川法務大臣。実際上は想定されないことをですね、まあ、具体的にお答えすることは困難でございます。藤岡君。はい、では実際上は想定されないということで、まあ、実際上はできないというふうにまあ理解をして、はい、させていただきたいなということで、はい、まあ、思いますが、それではですね、はい、
次の質問の方に移らせていただきたいということを思います。古川大臣にお聞きしたいと思いますけれども、この死ねばいいのにいつ自殺するのといった誹謗中傷というのは、これ侮辱に該当するんでしょうか。古川法務大臣。侮辱罪は事実を適示せずに公然と人を侮辱した場合、すなわち不特定または多数人が認識できる状態で他人に対する軽蔑の表示を行った場合に構成要件に該当することとなります。個別の事案の犯罪の成否は収集された証拠に基づき事案ごとに判断されるべき事柄でありますことから、お尋ねの行為が侮辱罪に該当するかどうかについて国会で問われた場合に法務大臣として確定的なお答えをすることは困難です。お尋ねに関連して近時侮辱罪により有罪が確定した裁判例をご紹介すると、例えば被害者のツイッターアカウントにてか死ねやクソがキモいなどと投稿した事案などがあるものと承知をいたしております。はい、藤岡君。少しその処罰範囲が変わらないという中で、今申し上げたことがですね、対象になるのかどうか、やはり不明確なところがあると思います。この今回の改正で、侮辱罪の厳罰化で、このネット SNS 上のですね、誹謗中傷を必ずしもやはり捉えきれてないという課題があると思います。最後にご見解をお願いします。時間が経過しておりますので、古川法務大臣。そもそもインターネット上の誹謗中傷は公然と行われると過激な書き込みが次々と誘発されていって、多数の者からの誹謗中傷の内容がエスカレートして非常に先鋭化することがあるという特徴を有しており、こうした状況に至れば他人の名誉を侵害する程度が特に大きく、抑止の必要性が高くなります。今般の侮辱罪の法定刑の引き上げにより公然と行われる侮辱行為を抑止し、また討伐性の高い悪質な侮辱行為に対してこれまでよりも厳正な対処を可能とすることがインターネット上の誹謗中傷対策になると考えております。すなわち今般の侮辱罪の法定刑の引き上げにより公然と人を侮辱する侮辱罪について厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示すことで、これを抑止する効果があるとともに、インターネット上で行われる討伐性の高い悪質な侮辱行為に対してこれまでよりも厳正に対処することが可能となります。インターネット上で行われる悪質な侮辱行為は時に人を死に追いやるあってはならない行為であって、法定刑の引き上げによる抑止と厳正な対処によって悪質な侮辱行為の根絶を図ることが重要であると考えております。また処罰対象とならない事案であっても被害に遭われた方からの人権相談への対応など行政的な諸施策を推進していくことが重要であるというふうに考えております。はい、委員長。藤岡君。はい、捉えきれてないやはりまだところがあるということの課題申し上げまして、私の質疑を終わります。ありがとうございました。次には根山隆一君。